岡野清秀岡野清秀は、昭和期の政治家、銀行家。第2第3は銀行頭取。数字にわたる、吉田茂政権において、実地庁長官、文部大臣、通商産業大臣などに起用された。岡山県火曜群城足台村に生まれる。第6高等学校を経て、1915年、東京帝国大学法学部を卒業し、日本銀行に入校する。 総裁秘書役、神戸市店長を経て、1937年、三和銀行に転事常務取締役となる。1941年副当取、1945年当取に就任。戦後の1946年、GHQ によって三和は財閥銀行として公職追放栄光指定を受けるが、岡野は三和は一般大衆を基盤とする。 ピープルズバンクであるとの主張のもと GHQ や政府当局者との交渉を粘り強く進めほどなくして指定は解除された。1947年東取を退任。1950年日本ブラッドバンク設立の際に取締役会長に就任した。1949年第24回衆議院議員総選挙に 民主自由党から旧大阪一区にて立候補し、当選する。以後連続当選3回。翌1950年、第三次吉田第一次改造内閣にて早速、地方自治庁長官兼行政管理庁長,長官として入閣する。1952年には、文部大臣に就任。前任者の天野定雄まで数代続いた、学者文章から、当人文章への移行は、 吉田政権が文教政策において占領政策の是正に乗り出したものと受け止められた。文章としては従来大学と高校以下に二本立て制となっていた給与体系を大学、高校、義務教育で分ける給与三本立て制を実現させた。これは日本教職員組合の組織から高校教師を引き離して弱体化を狙ったものと言われた。また、 小中学校の教師を全員国家公務員として政治活動の制限を狙った義務教育学校職員法案の成立にも執念を燃やしたが、こちらは廃案となり実現に至らなかった。1954年には第5次吉田内閣にて通産大人権経済審議庁長,長官を務める。1955年の総選挙で落選市政会を引退。 その後は、関西テレビ関西役などを務めた。1965年君一等随法賞受賞。1981年5月14日、閉塞性横断のため死去。去年91。岡野は、長男、清照の妻、清子を通して、元皇族の加用常則をはじめ、いくつかの家族の家系につながる刑罰を有しており、吉田氏ゲルに徴用されたのは、 名門好みの吉田の趣味にあったからではないかなどと噂された。ありがとうございます。